みんなの中にはいつか自分で服をデザインしてみたいって思っている人もいるよね。ファッションデザイナーは花形の職業だし、ファッション業界を目指す人なら誰でも一度は夢見たことがあるんじゃないかな。ファッションデザイナーはとてもクリエイティブな仕事よ。人によって美しい、かっこいいと思うものは違うから、ファッションデザインに正解はないの。だからこそ自分が提案した商品が多くの人に受け入れられた時は大きな充実感を味わえるんだと思うわ。デザイナーとして活躍する道もアパレル、オートクチュール、コスチュームデザインなどいろいろあるわ。でもどんなアイテムをデザインするにしても、これまでのデザインの流れや今のトレンド、素材や作り方など幅広い知識が必要だし、何よりもいいものをたくさん見て感覚を研ぎ澄ませていくことが大切よ。あなたのデザインしたファッションがお店に並ぶ日が来るように心から応援しているわ。頑張って。